みな <COM> さんこんにちは今日は命令文について勉強しますまず命令文とは何でしょう命令文とは人に何かを命令したりお願いしたりする文のことです You are quiet あなたは静かですという文章を命令文に書いてみましょう Be quiet と 主語をなくして B 同士を原型にすると静かにしてと命令をお願いする文になります今度は「I am not scared」「私は怖くありません」という否定文を何よりしないでくださいという命令文にしてみましょう主語を取って「Don't be scared」否定文の命令は「Don't」 をつけます。be 動詞は原形にします。怖がらないでとお願いする命令文になります。次に動詞を使った文章を命令文にしてみましょう。you speak あなたは話します。you をとって speak 否定文の命令文は主語がなくなります。 話せと命令する文になります今度は動詞を使った否定文を命令文にします「You don't speak. あなたは話しません」「Don't speak. 否定文の命令文は主語がなくなります「Don't speak. 話さないで」と命令する文になります Don't speak。大声で話さないでくださいとお願い命令する文になります次に「be quiet」「静かにして」をもう少し丁寧な命令文にしてみます「please be quiet」と命令文の前に「please」をつけるとより丁寧になります「静かにしてください」 丁寧ににお願いすす。る文になります否定文の場合を見てみましょう「Don't speak」「話さないで」に「Please don't speak」と命令文の前に「Please」をつけるとより丁寧になります「話さないでください」と丁寧にお願いする命令文になります Let's try it! それでは命令文を使う練習をしていきましょう親切にしなさい「Be n ナイス」「掃除をしなさい」普通の肯定文の主語がなくなるので「clean the room」「部屋を掃除してください」と丁寧にお願いする場合は 命令文の前に「Please」をつけるので「Please Clean the Room」廊下を走るな否定文の主語がなくなるので「Don't run in the hall」廊下を走らないでくださいと丁寧にお願いする場合は命令文の前に「Please」をつけるので Please don't run in the hall.Let's review 復習しましょう命令文とは人に何かを命令したりお願いしたりする文のこと主語をなくして B 動詞を原型にする B 動詞を使った否定文の命令は Don't をつける B 動詞は原型にする。否定文の命令文は主語がなくなる。命令文の前に please をつけるとより丁寧になる。The end. どこでも勉強 .com